この狐の赤やっぱり上打てないのなんでって。俺は何もしてないぞ。またえ、そいつ進化時能力持ってないよね。進化時能力持ってない。これで進化時能力持ってたらもうバカ。バカ野郎。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。あー、いやマジでミスった。自分ができてませんよって言ってる。できなかったんだよだから。いやマジでミスったなあれ。何を考えてたんだろう。何も考えてなかったんやろな多分。何も考えずに行動してたが。もうなんとなくでパッペラペーって感じでやってたんやろな。とりあえずこれで、おお、これで2面除去できるじゃんってバカですね。足し算はできますよ。足し算はできるのよ。だってあの算数は算数は点数高かったのよ。数学から赤点ギリギリやったけど。わあ、スリーカード？こっちはこっち。一緒にポーカーしようぜ。シャドバなんかやめてポーカーやろうぜ。ポーカーやろうぜ。戦線を上げる。戦線を上げたかった。上げたかった。爆炎の方向。あぶね。あぶね。あぶね。よし、ドロー用だ。さよなら。やった。連携ロイヤルの最大の弱点、ゲオルギウスが入っていない。どうしよっかな。でもこれ投げたところであいつに打たれてんだよ。うん、取っちゃうよ。取っちゃうよ。誰だお前。え、ただのロマノミアです。ただのロマノミア。マジで誰これ。自分の手札のランダムなドラゴンフォロワー1枚はプラス0プラス2される。まあまあ強くねこれ。え、強くない？一応こいつ離れるとあのアミレットだって、こいつが自分のタッチにこいつと同じ格好します。マジで強くね。で連携も稼いでいきます。ドロー。まあなんとかなるっしょ。この狐の赤やっぱり上打てないのなんでって。俺は何もしてないぞ。また。え、そいつ進化時能力持ってないよね。進化時能力持ってない。これで進化時能力持ってたらもうバカ。バカ野郎。これの強い点っていうとですね、はい、ほう。強くない。強くね。下がれミストリド。私が相手だ。風が導く。残されし雷撃。俺も撃てる。合わせると撃てる。なぜ。俺は何もしてないぞ、シューちゃんとそのアカウントに対して。え、まずこの盤面返せたらすごいよね。どうやって返すの。ゲオルギウス投げるしかない。でもゲオルギウスいないんでしょ。じゃあ無理じゃん、はい、俺の勝ちや。タイアリー。いやでもどうなんだろう。これ除去できるカードあんのかな。乗ったのが一番の問題だったんだよな。いや、ここ
駒で削って負け、いや、ひっくり返されしないだろ、2-2やで全員。へへへへ。ロイヤル、やっとよかったね、ロイヤル君。やっとまともに戦える時代が来て。ケツでかくね？ドラーク、マーガライト、マーメイド、羽ばたき、ロマニア、残されて雷撃。いやー、すごいついてる。怖っ、なんだこれ。いやいや、進化とかしませんよ。撲滅の兵団長いるんで終わりです。もっと立ちが悪い。3枚も来たのか。あら、はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな。でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。